てまいりました。ご覧いただいておりますように、今回セントレアに導入されるアイリアルは2種類あります。シートが黒色でキャノピーがあるアイリアル K、 主にスカイデッキを中心とした警備業務を担当します。乗務員は警備員の近藤さんです。そしてシートが青色で K と違いキャノピーがないものがアイリアル A、 旅客ターミナルビル内にて案内業務を担当します。乗務員は案内の宮崎さんです。